鳥海山の喜坂田口へやってきました。男鹿半島が綺麗に見えてます。さあ出発です。谷うつぎがまだ咲いておりました。5分ちょっとで鉾田の展望台到着。朝は山頂きれいに見えてたんですが、残念ながら厚い雲に覆われてきました。まあ涼しい中歩けるということでプラスに考えていきたいと思いますね。イエス。車ユリが咲いておりました。わー大きくて綺麗だな。ガスがこう風で流されてます。鬼下野の可愛い花が咲いておりました。咲きたてほやほやっぽいな。登り始めて30分経過しました。まだ整備された階段状のところを進んでおります。日光キスゲが咲き始め綺麗に咲いてます。これからどんどん咲いてきそう。御前立花のお花が綺麗に咲いておりました。岩内輪かな。これは三つ葉オーレンではないでしょうか。かっこいい花だね。歩き始めて45分ぐらいが経ちました。青空出てきました。そして風が心地よくなってきました。こちらはツマトリソウです。そして一人静かも久しぶりに見ました。約1時間ほど来たら雪景がありました。湯気が上がっていて幻想的です。すげえかっこいいなあ。そして上の方に日光キスゲがいっぱい咲いてる。カラマツソウが満開です。バーンと開いてます。七かまどの花も咲いてきております。すごいな。キバナコマの爪かな。黄色いスミレです。チングルマを発見しました。あ、お花畑になってるじゃん。好きな小梅系草が綺麗に咲いてます。マイク4本5本。四つ葉塩釜の群生です。これ小さいけど梅系草じゃないかな。葉っぱがなんか梅系草っぽい。1時間半ぐらい歩いてきたら小屋が見えてきました。いいペースで歩いてます。いい天気。白山千鳥を発見しました。淡い色で綺麗です。小屋の近くのお花が今ちょうど満開です。めちゃ綺麗。風露草が綺麗に咲いてます。このテカテカしているのはミヤマキンポウゲかと思われます。いっぱい咲いてます。すげえお花畑。鳥海湖が見えてまーす。あー綺麗だー。日光キスゲが群生してまーす。すげー綺麗。丸葉下もつけそうだと思われます。花が満開です。峠吹きの花が咲いてまーす。葉が吹きみたいです。キバナシャクナゲかな。白いけど
綺麗な花咲かせてます。キジムシロ風に揺れてます。千島ワレモコウ、ワレモコウなのに白いエーデルワイスを発見しました。久しぶりに見たな。山頂までまだ 3.6 キロもあります。頑張ろうね。これは白山一樹じゃないかな。ちょうどガスが流れていて涼しくて気持ちいいです。チングルマと白山一樹のコラボレーションです。咲きたてほやほやの綺麗な白山一樹を見つけました。白山一樹のお花畑です。すげー、大文字草です。すごいなここ。鳥海山は本当花綺麗だな。もっと早く夏に来たかった。沢筋にはまだ雪がちょっとだけ残っております。ちょっと踏み抜かないように気をつけて歩いております。桜草みたいな白いお花が咲いています。2時間弱で締めかけって読むのかな、外輪山のところまでやってまいりました。木道がすごい綺麗に整備されていて、とてもありがたいです。ちょっとここから急な坂を登ってきます。上からちょうど人が降りてきてます。気をつけていこう。約3時間で千社谷への分岐やってきました。結構時間がかかりました。結構な斜面を上がってきてます。外輪山を文殊岳に向かって登ってます。千社谷は霧の中で全く何も見えてません。キキョウの花が咲いております。これが鳥海ふすまかな。綺麗な花です。苔ももも咲いています。深山秋の霧草、ボケちゃった。文殊岳到着しました。お昼ご飯を調理しております。調理といっても今日はモンベルのリゾッタを買ってきてしまいました。妻はビビンバリゾッタ、私はガーリックリゾッタにしました。美味しいという評判なんで楽しみです。この赤い線まで熱湯を注ぐそうです。これ170ぐらいじゃない？で、押さえながら入れたら、うん、入れます。あ、全然映ってなかった。はい、せっかくカップ使ったけどこぼれちゃうね、どうしても、はい、うん、素早くスプーン。170ってどこ？この線までもうちょっとか、うん、斜めにしてるから、はい、うんうんうん、で、素早くかき混ぜる。うん、で、3分待つんだよね。スプーン等で10秒ぐらいかき混ぜてください。うん、そうです。お、どう？あー、なるほど、リゾッタっぽい感じだね。うん、食べてみよう、はい、ありがとう。
うん、うん、リゾットだ。うん、ちゃんとリーズドライ戻って、うん、柔らかくなってます。うん、美味しい。山頂が見えてきました。出発して4時間、伏尾神岳へ向かう外輪山の稜線を歩いております。しかしかっこいいね、稜線。伏尾神岳やってきました。雲海です。転びました。大丈夫？ようやく千社谷の雲が晴れてきました。山頂も快晴です。七甲山へ向かって登っています。お父さんかっこいい。もうちょっとですね、七甲山約4時間50分ぐらいで到着です。だいぶ時間かかりました。しかし貸し切りです。気をつけてよ。して右側の新山へ向かいます。頂上への分岐へやってきました。ちょっと夏しか降りたことないので設計のある時間大丈夫か心配です。六本刃の海外前と、こちらチェーンスパイクを履いてみました。気をつけてきます。海外前の方がチェーンスパイクよりはいいですね。チェーンスパイクは傾斜が緩いとしっかり効きますね。ちょっとさっき傾斜が強いところで一瞬滑ったんで、やはり幅深い方が安心感がありますね。しばしの雪渓歩きを楽しみました。岩場を歩いています。ここで岩の中をくぐっていきます。くぐった岩の横を、登ってってます。あ、かっこいい。ようこそ新山へ。新山からの男鹿方面、男鹿半島から日本海、そして酒田方面、月山、外輪山がずっと見えております。雪渓の縁にやってきました。結構危ないな。無事に、降りてきまして、神社のところまでやってきました。妻がいつも以上にはしゃいでおります。良い子の方は真似しないようにお願いします。千社谷を下っております。思ったほど雪渓が残ってない気がします。一気に標高を下げてきました。外輪山に囲まれ始めました。再び雪渓の部分にやってきました。結構落石が左側からですかね、落ちてきているので早めに通り過ぎたいと思います。
この辺は結構大きな落差器もあるので早めに歩いていってます。気をつけないと危ないね。登り口をようやく見つけました。ここから外輪山の上に戻ってきます。結構急坂を登んなきゃいけない感じです。頑張ろうね。またこけてる。約7時間、締めかけの合流地点まで登ってきました。あーもう7時間も経つんだ。今回から山頂までがこんなに近い素晴らしい山だ。だいぶ降りてきましたが、ちょっと登り返す坂が見えてきてテンションが下がり気味でございます。この日光キスゲの群生はちょっとすごいな。朝より開いてる気がします。すげえな。登り開始を登り終えました。死んだ。海が光って島がなんか浮かんでるように見えますね。あ、島は浮かんでるんだった。鳥海湖のほとりでコーヒータイムを取り、今から駐車場帰ります。だいたい登り始めてから8時間経過してしまいました。小屋までやってきました。缶ビール700円、飲みたい？よいしょ。すっかり雲がなくなって日本海が綺麗に見えております。最後の設計です。結構グリップがいいので何もつけずに普通に歩けます。皆さんが踏んでくれたおかげだと思います。涼しくていいな。さっきから建物を目指して進んでおります。約9時間かけて、外輪山コースから登って七甲山新山と登り、千社谷コースから帰ってきました。なんとか無事に帰ってこれました。